ロレックス、ヴィンテージオイスター社、チュードルペットネーム、四分割ダイヤル、手巻きオイスターウォッチ CO、 1930から40年代頃製造。希少なアンティークロレックス、オイスターケースの手巻き時計です。オイスターケースがロレックスを代表するケースとなる前の1930から40年代頃のヴィンテージモデルになります。ダイヤルにはロレックスのロゴはなく、オイスター社であるオイスターのプリントと後のチュードルとなるチューダーのプリントが描かれています。当然、現存するものは非常に少なく、大変貴重なアンティーク時計と言えます。文字盤はシルバーカラーの4分割ダイヤル。全数字のインデックス、ミニッツサークルに夜光ハンドなど、なんともアンティーク感のある端正なフェースとなっています。ルーズはヴィンテージ仕様のパテントオイスター。こうしたヴィンテージモデルは、現存するものも少ないですが、存在しても良いコンディションのものはほとんどありません。画一化された現行品では味わえないこうしたディティールはアンティークならではの醍醐味です。風防はドーム型のプラスチック風防。装着のベルトは社外品ですが、ヴィンテージの黒子ベルトが装着されています。ロレックスコレクターの方にはたまらない一品かと思います。所有欲を満たす一品です。コンディション。手巻き。スクリューリューズ。ルーズの巻き上げも軽快で、精度とムーブメントの状態は問題ありません。ダイヤルは、経年変化による焼けと変色がありますが、年代を考えても良い保存状態であったと思います。針は、一部夜光の変色等があります。ケースは、すれと小傷、打ち傷等があります。スクリューバックケースには、シリアル番号、リファレンスとともに初代オーナーのものと思われる、彫り込み文字があります。風防はプラスチック製のドーム風防です。ベルトは、社外品で、やや使用感があります。日差はタイムグラファー計測でプラスマイナス60秒程度に収まっています。実装時は多少の姿勢差はあるかと思います。ラグ幅は 15mm、 ケース径は約 31mm、 ルーズ含まず厚さ約 11mm のボーイズサイズです。この時計の開館コンディションや精度など詳細は説明欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。また、お気に召しましたらチャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託、アンティーウォッチマンがお送りしました。